ゴルゴリオーネにある、中心魚のタービダイト層高知県室戸岬のタービダイト層タービダイトは、海底堆積物の一種で、混濁流の堆積物を指す。休暇層リやラミナが発達しており、繰り返し発生して堆積すると、砂岩、デーガ岩五層となる。タービダイトは、休暇層リやラミナが発達した、堆積層である。タービダイトには、バウマシーケンスと呼ばれる特徴的な休化と、 ラミナからなる体積構造が見られることがある。また、底部では侵食や抵根が見られることがある。タービダイトの体積過程は、例えば、混濁流が大陸放射面において発生し、その後大陸放射面にある海底国を流れ降り、海底に到達し、最終的にその混濁流が体積することが考えられる。そのようにして、 タービダイトが深海底に繰り返し堆積すると海底地形として海底洗浄地が形成される。このような地形は間欠的な混濁流の発生によるものであり、その間欠的な混濁流の堆積、すなわちサデ泥誤送によって海底洗浄地が形成されていると言える。混濁流の発生原因は洪水、地震に伴う海底地滑り、津波、 海底火山噴火などが考えられている。タービダイトの体積によって形成された海底洗浄地において、砂層や砂岩層は、炭化水素を多量に含む流体が存在することが知られる。南海トラフ周辺では、タービダイト砂層中に炭化水素の流体が低温、高圧条件下で、メタンハイドレートとして蓄積されている。すなわち、タービダイト砂層は、 メタンハイドレートの貯留層として注目されている。また、そのような流体は、ブラジル沖や北海、メキシコ湾などの海底下に大量に存在し、世界的に有名な海底油田や海底ガス田を形成している。タービダイトは、固定や深海底に堆積し、それらは繰り返して生じる地震や災害イベントの発生履歴や発生サイクルを記録していると考えられ、 盛んに研究されている。その場合、放射性炭素年代測定法などの年代測定法による発生履歴の検証が行われる。放射性炭素年代測定法を用いる場合、海洋リザーバー効果を考慮する必要がある。また、研究の歴史が浅く十分な知見が蓄積されていないため、体積年代の決定制度には多くの課題がある。例えば、 琵琶湖周辺で発生した歴史地震の推定震度とタービライトとの関連性の研究例では資料に記述される1449年山城、山和地震の不正確さが指摘されている。ありがとうございます。